さんこんにちは。私たちがクリスタルティーンズです。タルイミカです。石川カレンです。イエーイ、お腹すいた。あたー、お腹すいた。お腹すいた。あ、ここにご飯が。いやー、わー獣。はい、ということで、はい、今回は IKEA のレストランで1万円分テイクアウトしてきたので、はい、今回は食していきたいと思います。食します。食すって言わないね、なかなか。見ての通りこちらにはたくさんの食べ物があるので、はい、早速食べていきたいと思います。はい、ジョイフルエリー、いただきます。はい、食べていきましょう。今日は、はい、あのお食事なので、うん、ここにあのアクリルパンテーション。何これ？パーテーション。あ、アクリルパーテーションが。え、間違ってる。あ、合ってるよ。合ってる。アクリル板とね、アクリルのパーテーションがね、でソーシャルディスタンスしてます。はい、いただきます。いただきましょう。いただきます。どれから食べる？かわいいよな、これ。そう、なんかいっぱい旗が刺してあるんです。え、それから食べよう。これにしようかな、なんかお弁当箱みたいな。じゃあ多分ミートボール。じゃあこれちっちゃいのからいきます。で、このさ、ミートボールセット、うん、テープ、なんかさ、いちごジャムみたいのかかってんの気になるんだけど。気になる。ポテトサラダみたいなの。ミートボールにいちごジャムってなんかすごいの。珍しいね。いただきます。いただきます。うんうん、チーズの味する。うん、美味しい。肉肉しいね。うん。え、そのジャムどう？え、美味しい。意外と合う。ウソ。ミートボールに。なんだっけこれ。スイス？スウェーデン？スウェーデンか。うん。あ、マッシュポテトだね。うん。うん。うん、うん。でも1万円って結構ボリュームあるね。うん。結構多くない？満足感あるよ。うん、結構。ね、今1個だけど食べたの。うん、いけん、あんまり行かないな。うん。頻繁には行けへん。ね、うちの近くにないからかな。あ、そうなんだ。うん。でも最近 IKEA でドレッサーを購入した。うん。自分で組み立てるの？あ、そうそうそう。え、一人暮らし？うん。実家か。うん、実家。実家やから全然。一人でやったの、組み立て？うん、父。いいね。うん、父が似合ってもらった。いいね、父。ん、カレンって今実家暮らし？そう、今はね。あ、実家っていうか、そうそう。一人暮らしする予定とかは？今年の夏から夏終わりくらいかな。うん、なんか本当は7月からするはずだったの。うん、でもお仕事重なって、うんうんうん、そう、なかなかまず東京にいないから、うん、だから時期ずらして、うん、でも今年中にはする。うわ、楽しみやな。楽しみ。一人暮らし。うん。家具とかどういうのが好きなの？なんか部屋暗いのが好きなの。うん、あ、そうなの？意外と。うん、全然2個いらんって感じだから。うん、でも個いらん。今の部屋は中2の時から住んでる部屋だから、うん、もう家具がその時の好みなの。うん、白とピンクと、うんうん、たまにベージュっぽいのとかっていうのだから、うん、めちゃめちゃ明るいの、ね、部屋の間取り的にも。窓がすごい2個当たるところになるから。え、めっちゃ良くない？そう、まあ明るいのが好きな人なのね。うん、でも私的には全然いらないから、うん、もう超遮光カーテン、黒か茶色の遮光カーテンでめっちゃ暗い部屋を作りたい。うん、でも 黒い部屋いいな。うん、落ち着くかもね。だから黒と白とグレーでまとめたい。あ、ミカの部屋よ今の。うそ。下が大理石で、うん、かっこいい。でどんな家？ハッタ、うん、あのさ、ダイソーのさ、うん、リメイクシートあるやん。はいはい。あれを40枚ぐらい買って、やば、床全部に貼り付けて。すごいね。本当にやるんだ。4時間かかった。で、何時間？3、4時間。やば。で、うん、なんかグレーのカーペットで、うん、黒のベッド、うん、ベッドシーツって感じ。でもメカっぽいかも。ほんま？うん。なんか壁にさ、地図貼ってそう。うん、世界地図みたいな。貼ってない。なんかタペストリーかけてそう。ん？
なんか布みたいな、ポスターの布版みたいな、んそれのれんみたいな、あのれん、うん、みたいな、うん、棚隠しのさ、あ、そんな感じ、うんうんうん、あれやってる、あ、やってるんだ、うん、いいじゃん、綺麗、食べた、綺麗好き、お、はよ次は、次はこれ食べます、美味しそう、美味しそうよね、美味しい、美味しい、なんか、うん、なんかさっきのミートボールとは違う、だって違うもん食べてんじゃん。何入ってるの？ウインナー？違う、なんだ？ん？なんか黄色い物体。なんかちょっとお肉？うん。お肉。お肉だ。なんかでもお肉じゃない？ちょっと。なんだろう。そういえばカレンさん、ちょっと前に。始めた？個人チャンネル始めた、ありがとう。そう、ついにやった、楽しみにしてた。本当？うん、嬉しい。みかも個人チャンネルやってるんだっけ？うん、投稿してる？してる。何撮ってるの？何だろう、でも毎日メイクとか結構美容系の方が多いかも。え、何撮ったらいいか分かんなくならない？撮ってる、うん、だよね、わかる。これ飲みます。え、YouTube の先輩じゃん、個人チャンネルの先輩、コラボしませんか？え、しようしよう、してください、本当にしよう。でもさ、関西じゃん、住んでるの、あ、うん、だからさ、コラボするためだけに来てもらうのあれだからさ、お仕事ある日教えて、東京行くよって時、うん、それで合わせようよ。ありありね、もしさ、コラボしてもらえるとしたらさ、してくれるとしたらさ、うん、何がいいと思う？うちらならねえ、何やろう、ねえ、関西弁講座とかしちゃう。どういう時にしててん使うの？え、でもさ、カレンさ、結構ミカとおる時さ、え、映ってたよね、トースキンの時、うん、めちゃめちゃ自然とな、そう、なんか関西弁になってる、うん、映ってた、映るんだよ、一緒にいると、映る、映る、あとは、あとかん、その海外風のメイクしてほしい。したいしたいしたい。眉毛描いてほしい。逆にカレンのメイクしてほしい。あー、なるほどね。うん、いい、交換メイクしたいね。いいね。あと、TikTok の振りを教えてほしいし。あ、TikTok、あ、い、え、何分で何本撮れるかみたいな。うんうんうん。あり。でも覚えるのめっちゃ時間かかるよ。だいぶロスだよ。かかりそう、めっちゃ。だいぶロス。本当に。ずっとそれ食べてるけどさ。ちょっと飽きた味。甘いの食べたい。あ、いいじゃん、挟みなよ、甘いの。甘いの食べる。なんかさ、甘いの食べたらしょっぱいの食べたくなるしさ、しょっぱいの食べたら甘くなる、うん、甘いの食べたいしさ、うん、すごくわかる、ね、甘いねだりだよね、嫌になっちゃう。はい、じゃあ甘いの一旦挟みます。いちご、私はチョコバナナ、美味しそう、美味しそう、いただきます、いただきます。クレープみたいよな、ね、トルティーヤ、トルティーヤに甘いのってなんか新鮮、うん、うん、美味しい。クレープより好きかも、これ。美味しい。なんか不思議な感じ、うん、今はうちら二人ともダイエット中じゃん、うん、普段どういうのしてるの？どうなんだろう、なんかはなんか食事を抜くのが無理で、うん、なんか逆にそれでストレスになって、もうバーって一気に溜まって食べちゃうタイプやから、うん、全然食べへんっていうよりかは、なんか自分の好きなヘルシーなものを食べて満腹にするみたいな、なんか食べへんのは無理やから、うん、食べ物を変えるって感じかな、うん、サラダチキンとか結構好きやから、でもサラダチキン単体じゃなくて、なんかその好きな照り焼きの味とかがついてるサラダチキンを食べたりする。なるほどね、うん、そしたら続く。結構カレンはなんか3日前から16時間断食をやってるの。ご飯食べて16時間空いてからじゃないと次のもの食べちゃいけないの。うん、この間水とか食べても、あのミックスナッツとかはいいんだけど、うん、
そうっていうのをやってて、うん、その前は3食きっちり食べるって決めて、うん、全部千切りキャベツを使った料理にしてた、うん、例えば朝は千切りキャベツのドレッシングとかかけて、うん、例えばシーザーサラダを食べました、うん、でそれを食べた後にお腹空いたらおにぎり1個とか、うん、まずキャベツでお腹いっぱいになるならそれで OK にする、うん、でお昼はだいたい撮影とかで外出てること多いから、うん、コンビニであの千切りキャベツの袋を買って、うん、それにドレッシング入れて振って食べてた、うん、あそれいい、うん、そう夜ご飯は、うん、お味噌汁絶対飲んでたのと、うん、千切りキャベツに塩コショウと片栗粉を入れて、うん、それこそ振って、うん、で油敷いたフライパンにその振ったやつを入れて、うん、豚肉を乗せて焼いたら、うん、小麦粉とかを使ってのお好み焼きみたいになる、うん、ね、美味しそう。それにソースとかマヨネーズとかは OK にして食べてた、うん、いいね、めっちゃ美味しそうそれ、うん、あ、お風呂半身浴も毎日してる。毎日、うん、すごい。でもなんか30分以上するのって良くないらしいの、うん、なんかいろんな話があるじゃん、長ければ長いほどいいとかさ、うん、汗かくまで入んなきゃいけない、30分以上入ったら良くないとかさ、うん、とかなんかいろんな工程を繰り返して、入って休んで入って休んでを繰り返すとかさ、うん、なんかもういろいろありすぎて分かんないから、とりあえず汗かいてのぼせるまで入った、半身浴で、うん、でのぼせたら一回お風呂のドア開けて外にこうおじいちゃんみたいにこうやって座って、うん、そう外気浴をしてこうやって落ち着いたら入ってシャンプーとかして上がる、うんうん、ってやってる、うん、そうなんや。半身浴、半身浴全然せえへん。ほんと？なんやろ、お風呂出た後の筋トレ、偉いね、ストレッチ、うん、なんかが好きでなんか朝起きてちょっとでも腹筋とか縦線入ってたらなんかめっちゃテンション上がるから、うん、自分上がるよね。そうそうそう、それが好きでなんか続けれる。運動やりたくないから食事で改善するしかなくて、うん、1ヶ月に4回キックボクシング行ってた時期があって、うんうん、その時はマジで落ちた体重も、うん、だし筋肉もついて結構お腹も綺麗だったんだけど、うん、行かなくなってからなんかお腹が泣いてるうんってなってる本当に。なんかどんだけ食べなくて痩せても引き締まなんかキュッとした引き締まりじゃない、なんか痩せてるは痩せてるんだけどなんかもうなんか引き締まってはなくて、だから運動しなきゃなって思うんだけど、本当に苦手なの筋トレが。三日坊主にもならない、二日坊主とかでもでも結果見えたらさ、なんか嬉しくない？めっちゃ嬉しい、やったー、じゃあ今日食べてもいいかな。あ、わかる、それはめっちゃわかる。こんだけ引き締めれば一日食べたところで。わかる。でもそれがな、結構でかいよな。ね、でかいね。はい、じゃあ次は、あたやともこれを食べます。ミートボール。ミートボール、アゲイン。アゲイン？おいしいね、これね。おい、うん、しいけど、そろそろお腹いっぱいになってきちゃった。うん、だいぶいる、ここに。だいぶね、つぶつぶみたいになってどんくらい食べたっけ。うん、まずミートボール、これもう一つと、うん、あとこのトルティーヤ、うん、が2つ、うん、食べた。すごい、これ結構ボリュームあったもんね。カル、うん、私このお弁当サイズのやつと、うん、これとこれ1個。あ、スープ飲んだ。うん、かぼちゃスープ。もうスープで結構限界いってた。うん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 。ではミカちゃん、はい、魔法をお願いします。はい、スタッフさんが美味しく食べてくれますように。チチンプイプイ。スタッフさんたちがね、目の前で美味しく食べてくださってます。なので私たちも完食しました。こちらは美味しかったね。美味しかった、お腹いっぱい。え、すごい、なんかさ、イケアってさ、さっきミクが安いって言ってたじゃん、ご飯も、うん、なのにこんなにお腹いっぱいになるってガチすごいね、うん、すごい学生の味方だね、イケアのご飯は、うん、なんかさ、次さ、大食いするとしたら何がいい？サーモン。おー、彼も餃子。餃子、うん、
でも彼ザンも1キロ前やった時にもう食べたくなくなった途中から魚ってなんだっけってなる、うん、魚とはそう怖いじゃあね、皆さんもぜひ私たちに食べてほしいとかね、こんなの食べてるとこ見たいっていうものがあったらぜひコメント欄に書いてください。振り袖ティーンズ、はい、ということで振り袖ティーンズチャンネルでは今後私たちがジョイフルエリさんの振り袖を着ながらトレンド情報をお届けしたりいろいろなことで挑戦していきますので、何かやってほしいことなどがあればコメント欄に書いていただけると嬉しいです。毎週金曜18時に公開となりますので、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。IKEA に行けやー、 IKEA。わかるであろうクイズらしい。わかんなかったら、はい、